皆さん、こんにちは。バイオレーラプロジェクトのスポーツ栄養士、田端です。今日は、プロテインを取った方がいいのかというご質問にお答えしたいと思います。まず、プロテインを取る上で確認をすることとしては、何を目的に取るのかということです。特に、私がサポートする選手はジュニアが多いので、そういった場面でプロテインを取った方がいいかという質問を受けた場合にお答えするのは、まず食事から取ることができないかを考えましょうということをお伝えします。というのは、そのジュニア選手の場合の、プロテインを取った方がいいかということの大きな目的には、成長期に必要な栄養を補うためにということが、一つ目的としてありますので、じゃあその点ではプロテインである必要があるかというと、しっかりと1日の中で必要なタンパク質を補うことができればいいということになれば、じゃあそれは食品からしっかり取れればいいということになってくるので、じゃあ食事の中でどのぐらい取れてますかということを確認していくというような流れで聞き取りをするんですけれども、よくジュニアの選手で起こっている問題としては、しっかり3食の中にタンパク質を、摂取することができてない。特に朝ごはんに、タンパク質の食品を取ることができてないという機会は多く見受けられますので、やはり3食、朝、特に朝ごはんでも昼ごはんでも夜ごはんでも、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品、これらの食品を、確実に摂取をするということが、まずタンパク質確保のためには重要になってくるかなと思います。で、成長期の場合はそういったところでプロテインを取るのかどうなのかっていう前に、まず食事のところを見直していくっていうことに、立ち返るんですけれども、じゃあトレーニングをしている選手で、トレーニングの直後のその菌の合成が高まっているというタイミングに合わせて取っているという場合、これはやはり、栄養素のタンパク質という点ではなくて、吸収のいい、状態であるプロテインの製品というものがそのタイミング、摂取のタイミングには効果的ということで取っているということになりますので、つまりはタイミングで吸収率を重視するのであればプロテインは効果的であるということになります。なので、そうすると、トレーニングをしていて、トレーニングの計画の中に栄養補給としてそういったものを取り入れていくということが選択肢として出てくるかなと思いますが、ここでプロテインの、を取り入れるという点で注意していただきたいのは、どの商品を選ぶのかというところですね。選ぶ基準はいろいろだと思いますが、例えばタンパク質量で見てもそれぞれいろいろ数値があります。またタンパク質だけっていうものもあれば、糖質が入っているものもあります。で、トレーニングの直後の栄養補給ということであれば、糖質も一緒に取るということが重要になってきますので、その中身の合成が、じゃあタンパク質だけというものなのであれば、それはまたちょっと目的が変わってくるかなということも考えられます。やはり状況や目的、その対象の選手によって取る商品、選ぶ商品変わってきますので、そこは専門の栄養士に相談をしていただけたらなと思いますし、あとは購入するというその選択をするときに、もう一つ気をつけていただきたいのは、アンチドーピングの認証マークがついているかどうかということですね。やはり競技スポーツをしていれば、アンチドーピングの観点、考え点を抜かすことはできませんので、やはりリスクを減らす、自身が、そのアンチ、ドーピングのリスクを減らしていくには、そのリスクができるだけ低いものを取り入れていくということを考えると、マークがついていればゼロではない、ゼロっていうことではないですけれども、ついていることでよりリスクを減らすことができる。逆についてないマークはもうわからない、入ってるかもしれないっていうようなリスクがとても大きくなってしまうので、やはりその本来であれば筋肉量を増やすなりパフォーマンスを上げるために取っているものが、結果的にその検査に引っかかってしまえば競技すらできないっていう状況になってしまうことになりますので、やはりそういったリスク対策の面では、ただただいいものを取り入れるだけではなくて、そのものを本当に取り入れていいのかなっていう視点も持って、そういった、特にサプリメントや、プロテインのようなですね、そういった商品は選択していただけたらなというふうに思います。
なのでプロテインを取る、取った方がいいのかという答えとしては、まず目的は何か、そして何を選ぶのか、この辺を、押さえていただけたらなと思います。以上です。